ワンパー、はい、どうもこんにちは。ザマと申します。ノブラック実況、続きやっていきましょう。ということで、いやー、日向さんルートもね、今回で最終回ということで、エピローグからね、やっていくんですけれども、いやー、もう現状、むちゃくちゃね、平和な終わり方でね、来てるんで、最後ね、何かこう、にぎやかしてくるのか、どうなのかわかりませんけれどもね。はい、じゃあ見ていきましょうか。今日もいい天気だな。空を見上げると、綺麗に澄んだ青が広がっていた。スーツにも慣れた。通勤電車にも慣れた。そして、忘れ物はないですか？また、子供が、子供が、あれ、できてるぞ。てかさ、一つ言わせてほしいんだけど、ロリキャラ、なんか、その、なんていうの？ね。妹系キャラとかロリキャラ系とさ、のルート入ってね、付き合って最後結婚した後にさ、こうエピローグ入ってきた時に、大体子供いるの、なんでなんで子供おるんしかも子供可愛いし、むっちゃ可愛いやん。なんか若干、なんかこの子供なんか若干さ、まあいいや。まあいいや。まあいいや。その話はやめましょう。こうして最愛の妻と、娘に見送られて会社へ行くことも今では日課となっている。いやー、これ可愛いですわな。何歳ぐらいなんだろうね。大丈夫。全部、忘れ物ですか行ってきますのキスかなんかですか。はい。これ、忘れ物ですよ。おー、日向さん。なんかすげえ嫁感増してる声が。苦笑しながら日向が弁当を手渡してくれる。あ、弁当か。そう、危なかった。一日の楽しみを忘れていくとこだった。もう忙しい時ほどちゃんと食べないとダメですよ。分かってる。でも悪いな、のどかの面倒を見るのも大変だろ。のどかいい名前。負担が少しでも減るなら俺は社食で適当に食べておくから、弁当は無理しなくてもいいんだぞ。料理は趣味と実益と気分転換を兼ねてるから気にしないで。そうか。あ、そうだ。今日の晩ご飯は何がいいですか？日向の料理は何でも美味しいからな。あ、うまいか。実際結婚してから日向は料理の腕を飛躍的に上げた。飛躍的に。まあ節約料理みたいなのがね、今まで得意でしたけど。もう節約が趣味みたいな感じになってんのか。その中でさらにちょっと料理もうまくなってと。いや、いい嫁ですな。俺も料理はしていたけど、料理をしてはいたけど、今となっては全く歯が立たない。もう。それじゃあ、お店で安い食材があったら、それを見て考えておきます。ああ。何より食費が異常に安いのも助かる。月なんか、3万4万とかで。いや、もっと安いかもしれないけど。なんかね、住む料理をちょっと作ってそうですね。ま、さすがにそんなのはないか。どれぐらいなんだろうな。どんな魔法を使ったら、3人家族で月にあの額になるんだろう。それ額知りたいな。いや、考えない方がいいような気がしてきた。のどかちゃんは、何が食べたいですか？のどかちゃん。癒し、なんだこの癒しは。ああ、最後に。いやー、もうなんかロリキャラね、ちょっともう妹系、後輩系ロリキャラのね、ちょっと一角を担っていた、このね、日向さんが、さらにこうロリキャラの、のどかさん、これですよ。もう一回いきますよ。これですよ。もうロリ好きをたまらなくさせるこのエンディングですね、本当に。俺はロリコンではないんですけどね、まあどちらかというと。なんか不思議だな。なんか普通に、こうベビースキーマ的にすごい可愛い。おにゃ、どうしたんです？いや、ひなたがお母さんをやってるのかだよ。子供が子供。おい！たくみさん、今日の晩ご飯おからだけにする。おからだけはやばい。おからだけはやばいって。やべ、怒らせちゃいけないな。子供が子供をって。いや。いやー、日向さんみたいな、できた嫁さんをもらって俺は幸せだな。もう。仕方ないな、というように日向が、ビクショをする。あ、そうだ。もしかしたら、お父さんたちが遊びに来るかもしれないって言ってました。そっか。
それじゃあ俺だけ残業とかにならないように気合い入れて仕事しないとな。お父さん、会社だとやっぱり厳しいですか？おお、未だに毎日叱られてばかりだよ。俺自身仕事をやって一人前というか、まともにできるようになってきたって程度だから仕方ないけどな。人の倍以上働いてやっと普通、3倍でやっと評価をされる。そうか、コネで入るとはそういうことだ。あれ？でもこの前うちに遊びに来た時、お父さんが匠さんのこと褒めてましたよ。お？え？そうなのか。会社じゃほとんど褒めてもらってないぞ。きっと照れくさいんですよ。それに義理とはいえ自分の息子ですから、お父さんも簡単に褒めるわけにいかないんですよ。せっかくだから六六のみんなも呼ぼうと思ってるんですけど、どうですか？お、いいけど、みんな忙しいんじゃないのか？今は東京に戻ってきてるから、東京ちょっとくらいなら大丈夫って言ってましたよ。まやちゃんも連絡してくれれば時間を作るって。そうか。長曽根くんは今ものすごく忙しいみたいです。マジか、小鉄が忙しそうにしてんのか。まあでもなんだかんだ言ってねえ、仕事できそうだしな。みんなの近況を聞くと、あの学院での時間が懐かしく思い出される。趣里はやっぱりお仕事で忙しいみたいです。そっか、でも仕事がね、こうバリバリできるようになるぐらい回復したんだな。そっか。久しぶりにみんなで集まりたかったんですけど。まあこれからだって機会はあるだろう。そうですね。ひなたは？ひなたはやりたいことはないのか？僕ですか？僕は今やりたいことをしてますから。うわ、嬉しいこと言うね。これは。そう言ってのどかを優しく抱きしめる。のどか、のどかちゃん、あーっつってまた。やべ、癒しだ。半端ねえこの癒しは。もうなんかさ、ゆずソフトさんのさ、このね、カフェステラのさ、なんだったっけ、あの体験版にも出てきたね、ロリキャラいるじゃないですか。名前忘れちゃったんだけど、あの子みたいな感じで、こうロリキャラをね、可愛くこう出すのほんとうまいよな。こういう絵もそうだしね。今はまだ僕はのどかちゃんのお母さんでいたいですから。そっか。はい。笑顔はあの頃から変わらない。大好きな人と一緒に暮らす幸せ。さて、今日も一日頑張ってくるかな。のどかちゃん、パパに行ってらっしゃいって。ふゆふゆ、守りたい人がいる。そうだな、ずっと一緒にいたい人がいる。ささやかな毎日が、大好きな人と過ごす時間がどれほど大切なのか今実感している。きっと幸せっていうのはこういうことを言うんだろう。行ってきます。行ってらっしゃい。お、いい表情。いや、いいエンディングですね。のどかちゃんも可愛いし。はい、ということで、これで日向さんルート、最後になるんですけれども、いや皆さんね、ご視聴ありがとうございました。いやー、すげーいいルートだったな。いや、最初さ、これ日向さん平和に行くルートかなと思ってさ、見ててね。ね、まあちょっとコメント欄にね、いや、これちょっと一番やばいかもしれないですよみたいなね、コメントがあって、あ、これちょっとやばいのかなと思ってたんですけど、まあ実際ちょっとね、かなり、まあこれはやばいなっていう、まあ友達関係的にもね、はい、まあなかなかえぐいなという感じで始まったんですけど、まあ最後はね、あののどかちゃんを抱いて、もう癒されるかのような、もうねえ、下りですよ。ハートフルな、平和な。いやー、なんか終わってみればすげえ平和だったなっていう、なんかそういうルートでしたね。なんか平和って、こうやっぱさ、あれじゃん、なんだろう、ずっとさ、こう平和に続くってわけじゃなくて、こう何かこう、こう起伏があって、なんかこう戦争があるから平和を感じられるじゃないけど、ね、なんかこう争いみたいなさ、こうすごい、なんかこう嫌なシーンがね、あって、だからこそなんか今のこう平和があるじゃないけど、なんかより平和を感じるよね。こう全てがうまくいった後の、なんかこの、なんていうのかな、雨降って地固まるじゃないけどね、すごく、なんかそういうイメージをね、
感じますね。はい、ということで皆さんもね、何か感想がありましたら、下のあのコメント欄の方に書いていただければ、まあ俺もね、できる限りね、返していきますので、まあというかまあね、あのほとんど返せそうだったら全部返しますのでまあ返されたくないんだったら、あの別に返信いらないですみたいなね、書いていただければなと思うんですけれども、はい、いやーまあね、ほんと日向さんルート、まあ個人的にはね、ちょっとまあ胸とかの関係もあってまあロリキャラっていうのもあったんで、まあ個人的にはね、そんなになんていうのかな、あかりさんとかと比べるとね、まあ注目はしてなかったルートなんですけど、ストーリー的には本当になんていうのかな、一番まではいかないけど、なんだろう、見応えがあったって言ったらねまあちょっとまあ言い方が違うのかもしれないけど、こう見ててね、まあハラハラする場面もいっぱいあったし、うわこんなことになっていくのかっていうね、驚きとかもあって、で最終的にはね、虎徹がすまんみたいな感じでこう謝ってきたりとかね、えまあおじいちゃんがああいう感じでね、あと、あ、まああとね、あの日向さん、なんで学校平然と休むんだみたいなまあ疑問はねまだありますけれどもね、あの疑問まだ抜けてないですけどなんでそんな平然とな休んでられるんだみたいなねところもありますけど、まあ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 、あの最終的には日向さんのそのとね、日向さんと丸くこうね、日向さんだけじゃなくてね、まあ、日向さんもそうだし、まあその周りの人ともね、丸くこういい感じになったなっていうような、なんかそういう感じのルートでしたね。まあ最後のね、お父さんの下りとかもそうだし、やっぱ一番友達と関わるルートって言ったらね、ちょっと変かもしれないけど、まあ真矢さんルートも結構ね、誠さんとか、まあ、日向さんとかね、ガンガン関わってくるんだけど、やっぱ日向さんはやっぱこう一番ね、こう誠さん、虎徹、真矢さんとかね、あとは、まあ、あかりさんとかのその周りの人もそうだし、一番ね、こう、周りの周辺の人との関係性がこう、ね、重要っていうか、なんかそういう感じのルートだったよね。うん。だからこう、最後もさ、なんか虎徹は忙しくやってるよとかさ、ね、なんか、そういう、ね、趣里くんは何やってるとかさ、ね。シュリ君もバリバリ仕事やってるとかさ、なんかそういう感じでさ、なんだろう、こう周囲の人の情報をね、まあ周囲の人の情報も、こう、なんていうのかな、こういっぱいね、入ってくるというか、なんかそういうの他のルートにもね、エピローグとかであんまなかったじゃん。なんか、あの人は今何やってんのみたいなさ、感じじゃなくて、こう、ヒロインとね、一緒に、ね、幸せな雰囲気のまま終わっていくみたいな感じだったんで、なんかそれを考えると日向さんルートってやっぱこう周囲のね、人との関わり合いとかがやっぱ重要だったんだなっていうのをすごく感じますよね。はい、ということで、じゃあ日向さんルート、まあまあまあいろいろとね振り返ると長くなっちゃうのでここら辺にしておきましょうか。もうね20分話すだけでもう十何分いっちゃうんで、はい、まあ感想だけでね、そんだけいっちゃうとちょっと危ないんで、ここらで終わりにしようかなと思います。まあそうだね、日向さんルートはね、もう例のシーンとかも結構ね、なんだろう、面白かったし、告白シーンがねまあ一番面白かったの告白シーンだったよね告白シーンがあんな面白いのをちょっとね久々に見ましたねみたいな好きだみたいなね、いや私がそれ言おうとしたのにみたいなね、なんかムードとかないんですかみたいな。いやもうちょっともう一回見返したいぐらいちょっとね、あの告白シーン面白かったんですけど、マジこれ KY かみたいな、ね、感じだったんですけど、まあ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 、もうポロッとね、こぼれちゃうぐらいの、まあ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 、まあそれぐらいのね、まあ匠くんも心境だったと。まあ今思えばね、なんかこう今の匠くんのね、なんかその、この日向さんルートのエピローグのね、匠くんのお幸せ度合いを感じると、まあ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 、やっぱそういう感じだったのかなっていう、あの瞬間もね、お幸せを感じながら、こうポロッと出てしまったみたいなね、なんかそれもうなずけるような、なんかそんな感じの終わり方でしたね。はい。いや、まあ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 、そうだね、まあ日向さんルートはそこら辺にしときましょうか。はい。ということで、じゃあ次回はですね、皆さんもう分かってると思いますが、この5人の中で、もう今4人ね、プレイしてきたので、まあ、あのノーブルワークスはね、もちろん、5人メインヒロインいますから、はい。最後の一人、月山瀬名さんで締めたいなと
思います。はい、来ましたね。もう胸が大きい。きっとね、例のシーンでいろいろとお胸をね見せてくれるんでしょう。もう胸的にはまあ俺はね大きい方が好きですから、どちらかというと、まあどちらかというとね、まあまあまあ、別に胸で決めてるわけじゃないですけど、まあマヤさんもね結構好きだし、まあマヤさんない方ですけど、まあセナさんもねかなりちょっとね気になっておりまして、はい、まあセナさんはなんだろう、こうね、日向さんとかマヤさんとかね、もう今回もまあしずるさんも多分関わってこないんでしょうけど、まああかりさんの陣営の中の話だし、しかもねなんかあかりさんの陣営もさ、裏の話ですからね、こうメイドっていうその裏のね話なんで、もう本当なんか日向さんとかここら辺のさ、まやさんとかも関わってこないような感じになるんですかね、一番。それともこうぐいぐい関わってくるのか。まあ日向さんはねこう友達周囲関係がすごい重要だったんですけど、まあ、セナさんの場合は別にそうでもないんでね。まあ、セナさん自体が何かね、エピソードがあって、まあ、あかりさんとのね、なんか付き合いとか、金本としてのなんか付き合いみたいなところもね、裏で何か、あって。で、まあ、セナさんも何かしらこう、まあ、学院にね、セナさんも通ってますから、まあ、自重化でしたっけ？ですけどね。なので、まあ、そこら辺の関わり合い、うん、学院での関わり合いっていうところもね、うん、ちょっと気になるところではありますが、まあでも、まあその、自重家のあの人と付き合ってるとかさ、なんかさ、あの人と好きなんじゃないのっていうさ、なんか噂が流れたりしたときに、もしだよ、もしなんか噂が流れたりしたときに、ちょっとね、まやさんとか、ひなたさんとかもね、ぐいぐいかかってくる。まあ、しずるさんとかもワンチャンかかってくるかもしれないね。そうなるとね、ちょっとなんか、秩序が乱れるみたいな感じでさ、うん、かかってくるかもしれないけど、まあ、まさむね家もね、うん、まあその学院の、やっぱ創立に関わってますからね。なので、設立に関わってますからね。なので、まあそこら辺もちょっと気になるところですね。はい。ということで、まあ瀬名さんルートをね、次回で、このメイン、5人が最後ということになりますので、まあまあまあ次回のね、まあ作品とかもいろいろとね、楽しみにしていただければなと思うんですけれども、はい。日向さんルートは、ここで終わりにしたいなと思います。皆さんもね、まあ重ねて感想なりなんなりありましたら、まあ何かね、ちょっとこの作品やってほしいですとか、要望とかもね、一応、なんだろう、まあライブとかでね、まあ一応言ってくれれば、まあ俺がちょっとね、すぐ答えますけど、ライブとかもやってるんでね、はい。まあぜひぜひコメント欄でもね、何かありましたら、まあ気軽に書いていただければね、ガンガン返答しますんで、はい、なんかね、誹謗中傷とかね、そういうの以外だったら、ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。じゃあ次回のセナさんルートでお会いしましょう。それでは、バイバイ、ありがとうね。